飯塚市、コミュニティバスのバス停飯塚市、コミュニティバスは、福岡県飯塚市にて運行している、コミュニティバスである。なお、本記事では、飯塚市が、運営主体となる以下の公共交通全般について、記述する。2006年3月26日に、旧飯塚市と海田町、庄内町、穂奈町、筑保町が合併して、 新市政の飯塚市が発足した後、飯塚市では、旧四町から引き継いだ、コミュニティバスや福祉バスを引き続き運行していたが、2009年4月1日から、これに代わり、3年間の実証実験として、市内各地を結ぶコミュニティバスの運行を開始した。運賃100円均一で11路線が設定されたが、2012年3月、いっぱいで、 実証実験期間が満了し国庫補助が終了したため2012年4月2日からコミュニティバスは3路線に再編されるとともに運賃が200円均一に値上げされ他は予約制乗り合いタクシーに移行したまた2015年4月1日から2018年3月31日まで街中循環バスを試行運行した地域を飯塚地区 小田地区、立岩地区、幸い袋地区、二瀬地区、海田、生津田地区、鎮西地区、飯塚東地区、保奈美地区、庄内地区、筑区保地区の11カ所に分け、コミュニティバス、予約乗り合いタクシーを運行している。市中心部で、バス、鉄道路線の集中する飯塚地区、小田地区、立岩地区では、予約乗り合いタクシーがない。 市内各地区の中心部、商業施設、医療施設などと、市中心部を結ぶ。精神物流による運行。宮若市中心部と飯塚市中心部を結ぶ路線で、2019年9月30日、限りで廃止された JR 九州バス、能型線宮田から新飯塚駅間の代替として、翌10月1日より、運行開始された。また、 2020年9月30日限りで廃止された、西鉄バス地区法の飯塚、生津台基地北団地間の代替として、翌10月1日より、生津田地区を経由する経路に変更している。宮若市と飯塚市の共同運営で、運行体系は、飯塚市内のコミュニティバスとは全く異なり、乗車区間に関わらず距離性運賃となるほか、土日祝日にも運行する。 平日後往復、土日祝日3往復の運行。幸い袋、地区、二瀬地区、海田、生津田地区、鎮税地区、飯塚東、地区、穂波地区、庄内地区、地区保地区の8地区で運行する。予約制で利用者登録が必要。基本的に地区外での乗降はできないが、地区の近傍にある一部の公共施設、医療施設、鉄道駅では乗降できる。 地区保地区の君ヶ原の君ヶ原公民館とその周辺では2020年3月31日までは鎌市バス千住街巡る線と接続しており同地区と鎌市の泉川地、大熊、西鉄大熊などを400円で移動できた同年1月9日からは鎌市加保地区のデマンドバスの試行運行が開始され同年4月1日には鎌市 デマンドバスの本運行が開始され、実質600円に値上がりしたものの、加保地区全域から、地区保地区を移動できるようになった。予約乗り合いタクシー用の車両を使用指定時、低路線型運行を行う路線。西鉄バス地区法が2020年9月30日、限りで廃止した区間の代替として、翌10月1日より、運行開始した。幸い袋地区は3往復。 鎮西地区は3.5往復、飯塚東地区は上野谷行き5本、柏の森ヒルズ行き7本の運行。町中巡環バス市の中心部にある飯塚市役所、飯塚バスセンター、新飯塚駅周辺の飯塚地区、小茂田地区、立岩地区を結ぶ。イオンホナミ店も経由する。全路線が省内観光による運行。 飯塚市議会平成21年3月、定例会3月9日、第3号。ありがとうございます。